西野の1号古墳でございます。入れるかね。あ、無駄に立ち入りを禁止しますか。あ、言わへんか。せっかく来たのにな。入れないそうですか。ああ、そういうことがあれか。あれが学校界の、あの学校は行けなかったな、こっちからはな。はい、残念、行きませんか。ねえ、先ほど、ダウンしとったんやけどね。行きたいけど、やっぱり回ってきましたわ。入れないらしいです。入ったらあかんらしいですよ、これね。調べてくれたんやろかな、これ。調べてないやろね。残念ですけど、大体赤くいたらね。残念でございました。西野の、これ2号墳、1号墳、どっちやろ。これ1号墳やな、西野のな。2号墳が、これが2号墳かね、こっちはね。これ面白かったしてんだけどね。あれちょっと行ってみようか。入れんかったらね、ちょっと残念やけど。それでもまだ足 100% ない。まだ痛い。一回断念したんだけどね、まだ。どうしてもね、田中塚古墳やったかな、あっこは、ね、いや行ったけど住宅街で車が止められへん。断念して、しかもあの山の中にね、あれ入ったところらへんにね、住宅がだーっとあるんやってね、ちょっと知らなんだね。はい、こちらでございます。入れないね、無理やね。どこ入る道ないのかね。どこ誰かいらっしゃるけど、ここ入るっすかな。ほら、大きなマウンドがね、2つあんねんけどね、どうなんだろうね、これ。あら、これは雪ないね、上がるね。ちょっと雪がないんだけどね、見上がりたいんだけどね。ああ、これは、かなり大きいね。思ったより大きいんでございますよ。これが2つ見えたけど、どういうことやろ、守るのが。ちょっと上上がるとき上がってみよう、そこね。上がらせてもらおうか。頼むから、頼むから蛇をおらんといてくれや。ああ、いいね、いいね。足やっぱ痛いわ。あら、砂利が。ええー、行きたいの山々やけどね。これかなり大きいぞ、これね。これ2つの山になってるけど、これ、もともと1個やったかもしれんな。あー、そこの山登りたいんやけどね。どうしよう、どうする。おお、握ってしまってね。バーだ、あくまで上がったらいいんだけどね。ちょっと上がれないね。ちょっと待ってや、反対側上がってみるか。足が痛いからね、ひっくり腰でございます。反対からこれ上がったような跡ないのかね。無理でんな。無理でございます。
ちょっとね、右足が痛いから無理でございます。残念でございます。この上上がってみたいんだけどね、本当はね。どうしましょう、もっと東側から入られんの。東も入れんね、これは無理でんな。残念でございました。はい、2、5分でございました。はい、撤退しましょう。あの辺もなんか残ってますよね。石塚が分からへん。あ、そうですか。看板分からへん。あの説明は今看板あったよ。すいません、ありがとうございます。ごめんなさいね。あの中の田中塚古墳場があるじゃないですか、中に。あの国は。あれも分からへんで行ったけど。あきらちゃんとこのあの向こうの。裏、翔ちゃんとこの上の方に。裏入らへんで行かんねえな、あれ。ことないんだけどな、入りにくい、分かりにくいですね。入ったらな、はい、ちゃんと道つけてちゃんとしたのよ。ああ、そうなんですか。まだ時間があって行ってみます。こちらよりも向こうの方がやっぱりね、一五分の方が有名らしい。一五分の方が有名だからね、看板があるから看板見なはれ行って。これ回られへんかね。ちょっとデコボコやでしたが、コンクリートデコボコに、これ平らして、ここは何やこれ、コンクリートがブラブラしてるんですよね。コンクリートが。なんだこれ。これ、コンクリートがね、ブラブラしてるんだよ。はい、行きましょう。この辺からはちょっと、ちゃんとしたコンクリートが来てあるんで、歩けると。これ行かれへんの違うやろね。入られへんな。あ、それね、それがそうですわ。看板ですわ、看板。ここに、これ看板。この看板をちょっと見てみましょう。はいはい、これこれ、ここにありました、看板。ほら、から、なるほど。ここに看板ありましたわ。西野の古墳群、西野の1号墳、2号墳、3号墳、4号墳もあるのかね。あのね、はい、これは石塚いうんですよ。石塚いうんですか、石塚。はい。あの、5世紀、6世紀頃、はい、この辺稲作やってましたからね。はい、石川の水、はい、石川の水がもっと浅かったんだよ。はい、だからもうちょっと雨降ったら洪水になって、それがその度に洪水の後石拾って、はい、また田んぼを耕して、で石を置いたんですよ。その石を集めたのはこういう石塚ですよ。じゃあ古墳じゃないんですか。はい、そやけども。しかも古墳群って書いてあるけど。そやけども。はいはい。これは。はい。このあれは、はい、5世紀、6世紀頃のこの辺の豪族の墓がこれなんです。その石塚を利用して中へ石棺を入れて、で横穴式。あ、そう、もともとじゃ石塚に後であのその石棺入れて利用して幸運にしてるわけ。あ、そうなんですか。で、これは大大墓でね、はい、あの石塚 の, あの南側からの横穴、はい、南からあの、はい、南光さんこの辺で金太一山戦争やってましたね。南光さんってあの串野木正成さん、この金太一山。ああ、もうね、はいはい、その頃ここで見張りしてたんです。はい、だからここは見張り台でもあったんです。見張りをした人がその横穴の中で、はい、寝てたいうことでね、睡眠とってた。あ、そうなんですか。それでなんか見てくれたら物資をこう投げてた。はい、のろし上げてこれ、はい、そういうことで、まあ、今は塞いでますけども、もともとは石塚なんです。もともとはね、それを利用して、はい、この辺の多分 石川族の一族やと思いますけど、ね、あ、石川族ね、多分私は思うのその辺の。で、向こうの墓、はい、向こうのあの石塚、はい、あれゴボッと掘れてますね、はい、あれはここの横の畑の人が、はい、市会議員やられてて、はい、
でそれで、昭和の30年頃かな、はい、私はまだ中学校か高校そのぐらいの時やから、はい、採石を石を取るということでね、はい、機械持ってきて、はい、選別して取り出したんですけど、あんまりええもん取れんもんええから、うん、それであの途中でやめてるんです。ドボーとへこんでる。ああそうなんですか。うん、あのなんかもともとあの大きいじゃもう草だったんですね。うん、石を取りはったの。そう石を取って。はい。それからでこの向こうはね、はい、向こうも古墳やいうこっちゃけども、はい、今のここの南光さんの時代、はい、ここで家来寝泊まりしてましたね、はいはい、その人が錦鯉の千代という人と恋愛関係になって、はい、でこの家来が今の滑覆船といかないことになってね、はい、で千代さんも後を追って、はい、命絶ったわけです、はいはい、それで地元の人がかわいそうやいうことで向こうへ葬ったるいうことで向こうは千代塚いうことで葬ってるわけです。あ、そしそれやからこの名前がここは千代塚になってる。はいはい、ああなるほど。でここは三八塚やけど、はい、その時の男は三八かどうか、はい、私はそれ言い伝え聞いてないんですけど、はいはい、この三八塚の名前の付け方が私もわからんのですけど、三八塚で千代塚でね、うんうん、で三号墳と四号墳があの辺にあるんだな。この塚は私の所有なんですわ。この1号墳と2号墳。いやいや、これ1号墳ですよ、はい。2号墳は南本家の所有ですけど、ああ、そうですか、はい。その周りの田んぼの人が管理してるんですね、はいはいはい。で、これなんかはもう確実に塚ですわ。石塚ですわ。石塚です。古墳ではないですわ、これは。一応古墳って書いてあるけど、違うんだよね。書いてあるけど、それはないです。はいはい、で、大体この辺の古墳があって、で、だんだん、やっぱり山の方へ上の方にね、種族は移っていって、はあ、田中古墳群になって、でそれから今の岳山古墳群だんだん上へ行っとんだよ。お詳しいですね。え、お詳しいですね。いや、その辺は私もえ、まあ、なんかこの関係の所有者やからいろいろ聞いて、いやいや、お詳しいから勉強はしてるんですけど、ありがとうございます。すごいお話いただきまして。そうですか。まあ、そういうことでね、はい、横穴式でね、はい、大きな天井石がはまってるいうことやから、はい、どれだけの石棺があるのかね、はい、それ一遍見たいなと思うけど、なかなかそういう機会がないもんやから、ね、え、ちょっと富田橋も金出して調査、そのぐらい調査してくれたらいいやな。そやな、ほんまよ、草刈りばっかり